午後4時50分からはプライムニュースイブニングです。レスリングパワハラ認定で夕方協会の緊急理事会が、関する子どもの事故、7歳が危ない、詳しくお伝えします。賭け問題で首相案件文書が農水省にもありました。で、今夜はまず速報からです。賭け学園の首相案件文書をめぐり新たな事実が判明です。続いてこちらです。こちらです。ゴールデンウィークの交通機関の混雑予測がまとまりました。新年度を迎え、多くの官庁や企業で新社会人が誕生しました。たった今入ってきたニュースです。鹿児島県日置市で女性2人が死亡しているのが発見されました。ご覧のスポンサーがお送りします。